写真拡大。オープン戦、北海道合算の0、苫小牧駒大、25日、栗沢球場。今週、ドラフト上位候補で、最速155キロ、右腕の苫小牧駒大、昨週から本格的に取り組むカットボールを多投、右打者を泳がせて、身頃に仕留めるなど、自信を持って投げていこうかなと、手応えをつかんだ。NPB5 球団の視察を受ける中、最速は楽天の計測による149キロにとどまった。全体的な出来に納得はしていないが、社会人相手に変化球をうまく使ってという部分で粘れたっていうのは一つ収穫と前向きに捉えている。